This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は2月3日木曜日です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。サメット島の不当での抗原検査に議論が沸き起こっています。オミクロンの亜種の拡散を世界が監視しています。豚肉の価格が下がり始めています。関係改善でサウジアラビアへの労働力輸出が再開する見込みです。それではまず初めのニュースです。サメット島の不当での抗原検査に議論が沸き起こっています。現在、ライオン県サメット島に渡航する旅行者が医療施設で承認された抗原検査の陰性結果を所持していることが条件となっており、ネット上で議論が沸き起こっています。サメット島に渡るためには本土からフェリーに乗らなければなりません。観光客の多くは医療施設での陰性証明が必要なことを知らずに、不当での医療施設が運営する抗原検査費用1人330バーツの支払いを拒否し、島への旅行をキャンセル人も出ています。ライオン県のサメット島へのフェリー乗り場まで来ているにもかかわらず、抗原検査代330バーツの支払いを拒否する観光客が多く、現在ではほとんど人の姿が見えなくなりました。10人の観光客のグループによりますと、保健所が認めた抗原検査の医療施設での検査結果が必要であることを知り、グループ全員を検査すると検査費用が数千バーツにも上るとして、島への旅行をキャンセルしたと語っています。全員がワクチン接種を完了しており、タイ人以外の外国人はすでに隔離措置を受け、数回受けた抗原検査では陰性だったと述べています。サメット島観光協会のサリン・ティップ会長は、抗原検査の必要性について連絡が不十分であったことを謝罪しています。サメット島へ行く人は、この地域の他の医療施設で実施している抗原検査でもよく、中には無料で検査を受けられるところもあると説明しました。観光客は医療施設で発行された抗原検査の陰性結果を他の場所で使用することもできますが、その検査は72時間以上経過したものは受け付けないと強調しています。国慶をピサタンサン橋とタールアペー橋の経営者は、ライオン県当局が1月20日に抗原検査の陰性証明を条件とする決議の後、大きな影響を受けたと指摘しました。観光客はこの措置を知らず、サメット島への日帰り旅行を考えていた観光客のほとんどがお金を払わずに引き返しました。フェリー運航会社は現在、損失に直面しているため、県当局にこの措置を再考してもらいたいと訴えています。次のニュースです。オミクロンの亜種の拡散を世界が監視しています。世界中の科学者が新型コロナの変異株オミクロンの亜種 BA2 を懸念し、最新の注意を払っています。この亜種による感染者は世界数カ国で増加しており、タイではこれまでに9例の感染が報告されています。オミクロンに代わり、このオミクロン BA2 が次のパンデミックの支配株となる可能性があり、現在世界中の科学者の注目を集めています。これまで世界では約8400人がオミクロン BA2 に感染したと確認されており、この新しい亜種は PCR 検査で他の変異株と見分けることが困難であることから、必
ステルス編集というニックネームが付けられています。症例数は増加していますが、この亜種がオミクロンよりも感染力が強いかどうかを示唆するデータはまだ十分ではないとして明らかにされていません。タイでは1月2日に最初の感染者が報告され、これまでに9人のオミクロン BA2 感染が確認されています。保健省医科局のスパキット局長によりますと、BA2 はウイルスのスパイクタンパク質の変異であるスパイク削除6970がないため、オミクロン BA1 およびオミクロン BA3 との方とは異なると説明しています。スパキット局長は、医科局はこれらの3つの亜種を引き続き監視していく方針ですが、現在のデータでは感染力、重症度、免疫逃避の点でオミクロンとオミクロン BA2 の間に差はないと見ています。次のニュースです。豚肉の価格が下がり始めています。養豚業者協会、食肉処理場、食品小売業者、商務省国内取引局による価格統制の取り組みにより市場での豚肉価格は下がり始めています。養豚場出荷の価格も一時的な上限であるキロ110バーツを下回り始めています。国内取引局の渡名サック局長は、旧正月、春節のため、一般的に旧正月関連商品の需要が高まっていることを明らかにしました。農場での豚肉取引価格は、1月25日の価格を基準に、東北地方でキロ当たり104バーツ、東部地方で1キロ当たり106バーツまで下がりました。現在、農場での価格はキロ当たり110バーツが上限となっています。渡名サック局長は、今年はファームヤシの価格もキロ当たり11バーツに達したため、ボトル入りファーム油の価格が上昇し、油ヤシ生産者にとって黄金の年とも言えると述べています。しかし、2月には市場にファーム油が出回り、3月にはさらに多くの農産物が市場に出回るため、価格は下がる見通しだとしています。局長は、ボトル入りのパーム油の価格を引き続き監視しており、デパートや小売には、この製品の価格を安定させるよう要請していると主張しました。次のニュースです。関係改善でサウジアラビアへの労働力輸出が再開する見込みです。タラコン政府報道官はこのほど、タイとサウジアラビアの間で関係修復が合意されたことを受けて、プラユット首相がタイからサウジアラビアへの本格的な労働力輸出の再開に向けて、この分野における2国間協力を2ヶ月のうちに具体化することを希望していると説明しました。以前はタイから大勢のタイ人がサウジアラビアに出稼ぎに行っていましたが、30年以上前に起きた事件のせいで2国間の関係が悪化し、タイ人労働者をサウジアラビアに送り込むことが難しくなりました。タラコン報道官によりますと、現在サウジアラビアで働いているタイ人は1345人ほどに過ぎず、そのほとんどが自力で働き口を見つけた人となっています。国立タマサード大学中東研究所のチャラン教授によりますと、最盛期には20万人に及ぶタイ人がサウジアラビアで働いていました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。サメット島の不当での抗原検査に議論が沸き起こっています。オミクロンの種の拡散を世界が監視しています。豚肉の価格が下がり始めています。関係改善でサウジアラビアへの労働力輸出が再開する見込みです。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。รถควันทำไมครูสอนให้จำ
ไมคนมีสตางค์ใครใครกูรักใครทำไมคนคิดไม่เหมือนเราเขาถึงเป็นคนผิดแล้วทำไมเศรษฐกิจเราถึงได้พังไปทำไมสากกระเบือถึงยันแต่เรือรบแล้วทำไมตอนจบพระเอกไม่ยันตายทำไมผู้ลากแล้วต้องลากดีทำไมดาราออกทีวีถึงชอบเราincludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.